ジミー・サビル、はい、放題は人気司会者の別の顔男女500人以上を性犯罪してると少女レイプを最初に告発したのは、うん、セックスピスピトルのジョン・ンライドンですよあ全然知らなかったえそうなんですかそれで来てんだと思ったよ俺博士の異常な対談 ここでちょっとお試しコーナー、パイロット版なんですけど、松山智広のネットフリックスはこれを俺の名前を勝手に冠にしてる。<laughs> <laughs> 博士、<や>博士町山の、松山のネットフリックスはこれを見ろということで。勝手には冠しない <laughs> <laughs> でも、本当、ネットフリックス、この配信ね、アマゾンでもいいんですけど、本当、はい、海外ドキュメンタリーがものすごく見れるようになりましたねそうですね。 うん一時町山さんがね未公開映画を見るテレビっていうので、海外のドキュメンタリーをバンバン紹介してた時あって、はいはい、あれ、ものすごく僕、好きな番組だったんですが、今はもう全然、その解説抜きで、はい、ああ、こういうジャンルのあるのかなと思ったら、うん、もう無数にありますね。ねだから、まあ、あの番組続けられなくなっちゃったけど。逆に言えばね逆に言えばね。 あのこ、うん、はみんなインディーズで作ってたんですよ、いろんなドキュメンタリーをアメリカの映画作家たちが。今はもう完全にネットフリックスの下でね、みんなやってる感じになっちゃってますけどね、うん、まあお金が出るとこがあったんでよかったんですけどもね、はいうん、その中で、まあ、日本のジャニー喜多川の件があって、はい、逆に注目されたというか、こちらの方がさっきなんですけど、はい、ジミーサビル、放題は人気司会者の別の顔っていう、はいえー、2022年のイギリスのドキュメンタリーですね。はい、はい これ、第1部79分、第2部91分で、まあ、軽く見れるんで、はい、今見ていただくと、僕もこのジャニーズ事件の前に見てたんですけど、昨日もう一度これ見たらもう、印象が変わったっていうか、はい、今後のジャニーズどうなっていくっていうこと自体も、これは予見してるんだなというより、はい。ジャニーズ事件っていうのは、もともと BBC が告発したじゃないですか。はい、はい、そうですね。BBC が告発するっていう,いうのは、このジミーサビルの事件がイギリスであったから、 って、はい、いうのもあるのかなと思いました、ね。あるんです BBC 自体が、あのーはい、BBC の社内で、えーはい、ジミー・サビルは少女にいたずらしてるんだよで、ねまあ、規模としても、被害者5歳から75歳の男女500人以上を性犯罪してると。うんはい イギリス史上最も多くの罪を重ねて、裁、うん、犯罪者の一人なんですが、はいはい、今だ、何も知らない人のために言うと、うん、イギリスで最も有名な司会者の一人です、ねはいあ。だからね、いわゆるブリティッシュ・インベージョンっていう、イギリスの,そのポップグループがビートルズとかところにマジビートとかって、がっと出てきた時があるんですよ。 それまでプレスリーとかアメリカだったのが、イギリスからポップグループがばっと出てる時に、はに、はい、それを出すテレビ番組がトップ・オブ・ザ・ポップになんですね、この彼のやってた番組。はいはいはい、これ、すごい長くやったんですね。当時、白黒画面でしたけど、はいあの、ビートルズであるとか、そ<う>ローリング・ストーンズと一緒にコントをやったりしてますもんね。そうそうそう、まあ、歌番組なんですけど、はい、その積極的に、それまではその、まあ、いわゆるペトラ・クラークとかの、まあ アイドル歌手みたいなのが歌番組に出てたのを、その彼の番組ではロックバンドをどんどん出して、<laughs> ストーンズとかね、すごい人気になってで、その司会者としてカリスマ的人気になったんですけどね。うん、だけど、オ大橋漁船に非常に近い人です。なるほどねなるほどオアシ橋漁船は昔、こういったそのポップグループの,その歌番組の司会者として出てきた人なんで、非常に近いです。からね ジミー・サミルは DJ としてね、ラジオ DJ としてすごく最初は、もともとプロレスラーっていうのもありましたね。プロレスラーやってたんですね。イギリスにはキャッチっていうプロレスの伝統がすごくあって、プロレスってもともとイギリスから発祥してるんですよ。スコットランドからね。伝統的なのがあって、最終的にはサーの称号をもらうっていう。サーの称号取ってんですよねイギリス王室のアドバイザーでもあって。 オフィスがチャールズ、その当時皇太子のアドバイザーだったんですね。画面に出てきますけど、うん、チャールズ皇太子との文通ぶり、すごいですよね。うん、ねいろいろさまざまなアドバイスをしてて、はい、で、サッチャーにも愛されてた、うんうん、あそれはね、僕、実は1985年にイギリスに行ってるんですけど、その時にこの人を見てるんですよ、僕。えはてテレビで テレビでです。と、はいええ、いうのは、サッチャー政権がすごくジニ任サビルを大事にしたんですよ。うん、というのは、うん、サッチャー政権は福祉をどんどん切り捨てていって、ええ、国はその貧しい人たちや困っている人たちの面倒を見ないという、いわゆる新自由主義。 政策をしてたんですが、うんうん、その時にこのジミーサビルはいろんな人たちからあのお金持ちとか、普通の視聴者も含めて、寄付を集めて、精神病院であるとか、いろんな施設ですね、個人、うん、であるとか、そういうところに寄付をするという形で、うんうん、国がお金を出さなくても、うんうん 人々が助け合えばいいんだというね、子ども食堂みたいなことをやってたんですよ。だから、子ども食堂を安倍晋三総理が喜んだように、サッチャーさんは、ジミー・サビルというのは、自助努力みたいなね、助け合いみたいな、国の福祉なんかいらないっていうことを証明してくれるものとして、大事に大事にしたんですよ。 事業の、まあ、有名な方なんですよね。かつ、20年間、ジムにお任せっていう子供番組、BBC で、はい。子供が願いを叶えてくれっていうものを一つ一つ叶えてく,るくれる、はい。おじさんとして、子供に圧倒的な人気があったっていう。でやってたんですよ。でもまあ、その時から、はっきり言って、見た目の気持ちの悪いじしなんで、あの、冷静な判断力さえあれば、 まあね、気持ち悪い時代だなって分かったはずなのにあのルックスは何なんでしょうね本当金髪で挑発でねそうめちゃくちゃ気持ち悪いんですよ、ええ、でも人は何かこの人はいいことをしてくれると思うと、ええ、それを忘れちゃうんだけどその、うん、うわっ気持ち悪いっていうね感性間違ってないんだよね、うん、この人に関しては、うん <laughs> ね、で何をしてたかというと子供たちをそのテレビ番組とかで安心させてで護解、うん、員とかですね、えー、精神障害を持って 子供たちのの施設の理事になるんだよね彼はしかも頻繁に訪れるという,そ,うその行為自体が善行としてみんなに見られているというねう <laughs> で。何をしていたかというとそこに収容されている少女たちを本当に10代にもならない少女たちをレイプしてたんですよね。彼がのそのジミサビルの悪行がなかなかバレなかった理由っていうのはうん、うん、とにかく目撃者が少ないんですよ。うんうん でそれが精神病院とかでやいたずらしたり、うん、あと彼はすごく不思議な人で、金持ちなのに豪邸を持ってなくて、キャンピングカーを持って移動してるんですよね。そのキャンピングカー内で主にいたずらをしてるんで、ホテルとか行ったりしてないから、ええ、目撃者が圧倒的に少ないんですよ。ええ、あとその、被害に遭った人たちの多くが、そのまあ、不良症状であったりね。 うん、精神病患者であったりするので、うん、彼女たちがまあ告発するには非常に立場的に弱すぎるんですね。で、もうほとんど出てこなかったというこの人のすごいのは、1955年から2009年まで50年間テレビに出続けてるっていう、そうだからテレビのトップスター50年やって、しかもこの告発されだしたのが2009年ぐらいですかねで。その前から結構告発されてるんですよ 今日博士がそそののシャツを着てるのはそれで着ててるるはれでんじゃセックスピストルズで <laughs> それそれで着てんじゃないの違いますよ。えなんでなんでジミー・サビルの少女レイプを最初に告発したのは、うんうん、セックスピストルズのジョン・ライドンですよ。うん、あ全然知らなかった。え、そうなんですかそれで着てんだと思ったよ、俺。じゃあ、そうしてください。<laughs> そのために着てますよ。<laughs> ゲイリー・グリッターっていうの知らなかったけど、ゲイリー・グリッター有名じゃないですか。あ、知らなかった。 ロックノールパート1パート2っていうすごい変なレコードを出した人でプレスニーみたいな格好をして、うんね、プレスニーのラスベガスみたいな格好をしてで歌っていうよりはもうほとんど歌がないへ、えーうん、うんだだだーんんダダダンっていうのを繰り返す変なレコードを出してそれが売れたんですけどうん、うん、あのジョーカーっていう映画でホワキ,、はい、キン・フェニックスがホワキン・フェニックスが あのー、ジョーカーとして目覚めて階段で踊るシーンのところで流れてるのは、はいはい、ゲイリー・グリッターのロックンロールわかりました、わかりました、わかりました、なるほどね、はいはいはい。だからあの曲を流したときに、すごくはこれは問題だろうって言われたんですよ。放送禁止なんですよね、ゲイリー・グリッター、<う>性犯罪者だから。ラジオではかけられない、テレビでも流せないから、からこのジョーカーっていう映画をテレビで放送しないんじゃないかって、させないようにこれを流してるのかって言われて。 うん、あの監督のトッド・フィリップさんを、なんでこんな曲を使ったんだ、うん、お前はあのゲーリック・リッターみたいな養、うん、女をね、いたずらしてるやつを、うん、の曲を使うんじゃねえつって、すごい叩かれたんですけど、うん、あれがそうですよ、す晴らしいですね、俺もうそれは全然忘れてたあの歌はアメリカの野球場とか、アイスホッケー場とか、バスケットボール場に行くとよく流れてたんですよ。うんうん、あれれに合わせてて客はこうやってやっるから、うん すごく使われてたんですけど、最近はもう使われなくなった、うん、性犯罪がばれて、刑務所にいるから問題になって、すべての曲をもう削除するということになったんですもんね。で、まあ、ゲイリー・グリッターとこの,この、えー、サビルは一緒に番組に出ていて、うんそうで、その番組を見に来ている少女たちを楽屋でっていう話なんですよね。はいうん、そうそっかゲリリーーグッターはうういう点であのすごく あの当時からインチキなものとして思われてた人ですよ。うん、うん、ただ、ジョン・ライドンがこの、うん、あのジミー・サビルってやつはあの少女を犯してるクソ野郎だぜ。あいつを俺はぶっ殺したいってラジオで言ってて。これって映画なんか出てこないですよね。出てこないですね。ええ。それをさすが松山さんだな、これ。うん、<laughs> それは僕知らなかったです。 宝島の編集者ですよ。その編集ピストルとか仕事ですから。仕事で取材してるんですよ。仕事ですから、僕にとっては。ね。パンクとか。いや、でも知らなかった。いや、今日聞いてよかった。すごい。1978年に BBC ラジオに出たにそに、あいつは本当にインチキな偽善者で、俺はこう言ってるんです。I'd like to kill Jimmy Savile って言ってますよ。ええ。ち殺してって言ってるんですよ。ええ。 でどうしてかて、俺はあいつがやってることを聞いてるぞって言ってるんですよ。えー、ただ、その時に、それを聞いてた人っていうのは、本当に業界の内ちだ,だけだったんですよ。ああああだから、彼が言ってること、ジョン・ライドンが言ってることっていうのは、うんうん、なんだか変なことを言ってるなって感じだったんですよ。で、普通の人は全然意味が分からなかったんですけど、うん、業界の内ちでは、うん、わそれ言っちゃったのかって感じだったらしいんですよ。うんうん 北川事件と一緒ですね。ジャニーとね、全く一緒ですよ。だから、ジョン・ライドン、だからそれ着てるんだと思ったんですよ、僕。いや、そう、だから着てることにしましょうよ、だから。で、本当にだからね、ジョン・ライドンがなぜそれ言えたかっていうのは、すごく大きい問題があって、とにかく王室に食い込んだんですよ、このジミサビルと男は。で、結局、エリザベス女王からナイトの称号までもらってるでしょ。う女王の騎士として認められたってことなんですよ。 この男でですよ、うん、で首相からも、ね、その王子からも皇太子からも顧問として使われてたこの男に逆らえたのは「うん、ゴッド・セーブ・ザ・クイーン」を歌ってたジョン・ライドンだけだったんですジョンンライドン最高ね。うん、だって「ガー・セーブ・ザ・クイーン」って歌ってたわけですから。ははははいはいはい、はい だそこがすごく大きいこことなんですよ実はのの事件のいや今の解説をね踏まえてちょっとネットフリックスですからボタンを押すだけで見れるんで是非見てほしいしあまりにもこの北川事件と似てるのが。 自民、まあ、サミットで裁かれなかったっていうか、なくなっちゃったんで、その国葬レベルの葬儀が行われ、そ,<う>それもジャニーさんと一緒ですよね、<う>東京ドームで葬儀を行われ、あの週刊詐欺みたいにね、ジャニーさんありがとうっ,ってね、ええ、表紙にしちゃったりしてたんですけど、ええ、すぐにそこからもうあっという間に、うんえー、告発が始まって、うん、彼の墓は結局破壊されたよね。 あの頃は良かったっていうぼ姫があったんですけど、ね、ふざけるなっていうね。ねただ、これ途中から警察の関与はすごく出てくるんだよね、うん。ね。警察のトップ、地元の警察のトップを接待するんですよね。そう。に読んでね。警察官もぐるんだってて、うん、っていうことまでね、出てきますけれども、うん、まあ、これはね、ジミサビル事件はねあの、一番怖いのは、その、 ここまで全然バレなかったのは、完全に閉じられた空間の中でしてたってことで、それは本当にジャニーズ事件とよく似てるんですよねその後、警察は国家規模の捜査、ゆう釣り作戦っていう作戦を引いて、英国警察全体の威信をかけて、これを立件していったっていうことですもんね。はいはい、最初は3人しかいなかったのが500人<う>まこれもまた、あのジャニーズ事件にそっくりですけど。 アメリカでもビル・コスビーって人は同じようなことをしてたわけですけど、ねああああ、ビル・コスビーね。ビル・コスビーはずっと慈善家で、ええ、アメリカの両親と言われて、アメリカの素晴らしい父を体現してるって言われてたんですけど、ええ、まあ女の人たちを片っ端からの薬でね、眠らせて、レイプしてたんですけど、うんうん、これもなんか長い間ずと、ずっビル・コスビー賞って言ったらね、そうもう出るのが夢っていうことになってましたもんね、徹子、うん、の部屋みたいなもんですもんね。ビビコスードラマなんで ホームドラマの中なんですかホームドラマなんですよ。で、いいアメリカのお父さんっていうものを体現すると、いうふうに言われてて、ニコスビのことを憎んでたのはエディ・マーフィーなんです。へエディ・マーフィーは出てきた頃からずっと言ったじゃないですか。はいはいはい。ねだから、君はそういう言葉を使っちゃいけないよとか言ってたんですよ。えお父さんだから。エディ・マーフィーはバカやるふざけんじゃねえってずっと言ってたんですよ。 そしたら、実際にファックしてたのはビルコスビー。ファックしてたんよっていうね、今、もう本当にやっとばれたんですけど、ビルコスビーもすごいですよ、被害者数が。すごいですよね。ものすごいんですよ。いや、第1回目から素晴らしいですね。こういう話はやめようよ。でもっと楽しい話をしましょうよ。もっと、俺、楽しい映画を紹介したいのに、博士に。ね、次、次で。それをやろうよ。 いも,もうなんか、セント・ブ・<う>セ,ントブセカンド・チャンスですよ。あれだめ、俺、話せない、泣いて。もうすっごい、超いい映画なのに、そっちはやりたかったのに、博士がこれやりたいって言うからさ。<laughs> <laughs> さん、本日の動画を見てくださってありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録よろしくお願いします。次の動画を見てね。バイバイ